最近よくある、うん、お金を使うことを税金対策っていう頭の悪い人たちが、うん、どこでこの言葉を覚えたのか知りたいんですけど、はい、別にお金を使っても税金対策にならないじゃないですか。ならないですね。なのに、はい、なぜかコメントで税金対策って書く頭の悪い人って必ずいるんですよ。はい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 、あれ不思議だなと思って。それはね、80年代に、税金対策という名目でいろんな補助金がいっぱい出たの。うん、で、俺知ってるだけでもね、なんか結構いろんなアニメが税金対策でマジに作られた時があるの。結局今期の決算終わるときに4000万余るとか5000万余る補助金もらってるから使っとかないと何かいい企画もらえるかっていうふうに俺言われたことあるもん。でそれは現場ではよく経営のことって現場で経営のことよく分かんないじゃん、はいはい、なので税金対策って言葉使っちゃうんだよ。でも上にしてみたら税金対策じゃねえ、これは投資だと、はいはいはい、だからその機内に何百万で3000万かけたら300万でもいいから取り返してくれっていうふうに言いたいんだけども、現場そんなこと考えずに、あもう僕みたいなアニメの社長が入るときに、いやもう税金対策ですよっていうふうに言っちゃうの。どうなの、なんかその、うん、あれ、ドワンゴは最近ニコニコ動画調子いいの、どうなの。いろ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 なんか伝え、基本はブロマガ会員とか伸び悩みでしょ。ブロマガ会員は伸び悩みですね。うちは伸び悩みですね。でゲーム実況とかそういう一部の人がガッと上がるけども、その分どっかが下がってるからニコキャスもそんなにねパイが増えてるように思えない。ニコキャスもなんか聞いたら なかったことにされてしまいましたね。だまあ想像ですよ、うんうん、もうちょっといく、うん、はい、無料で、無料で、だからニコキャスって、うん、あれは川上さんが失敗したということを世間にバレる前に閉じたっていうだけだと思うんですよね、はあはあ、あれは、うん、ユーザーとして見た限りは、うん、まあ、ほぼおっさんと仕込みで入れた女の子しかいないっていう、うん、ガラガラの状態だったんですよ、うん、まあ最初はね、いや最初だけワッと盛り上がって、うん、ヒューっていきなり下がったんですよ、うん、でスカスカの状態になって、あれでもさ、なんでさ、なんかさ、だってツイキャスは30分までやれるのに15分になったりとか、うん、なんか追加でなんかクレジットだかなんだか入れなきゃいけなかったりとか、うん、なんかすごいユーザーインターフェースも良かったし、別になんかアプリも割とサクサク動いてたから俺結構いけるのかなと思ってたんだけど、なんか PC から見ようとするとお金を払わなきゃいけないんですよ、うん、なんでそんなことにしちゃったっけっていうぐらいニコ動に訴求力があると誤解をしていたんですよ。あ、そういうことなんだ。結局そのニコニコが出すっていうのだけでみんな使うだろうと思ったら、うん、別にだってツイキャスあるからツイキャスでいいやとか、うん、別にニコ生やってる人はニコ生でいいやっていうので、うんうん、で実際ニコ生でやったらみんな無料で見てくれるのに、うん、PC から見るのお金払わないと見れないわけですよ、プレミアム会社だと。そんなところでやる必要ないじゃんっていう、うん、普通のユーザーとして当たり前のところをちゃんと言える人が社内にもいなくなっちゃったということなんじゃないかなという想像で喋ってますよ。もう何、それは何、裸の王様ってことですか。それはでもそれは町会議も同じでしょ。町会議はでもちゃんと黒字になるようになったんであるじゃないですか。あ、そうなの、うん、俺ニコニコ町会議って何のためにやってるのか全然分かんなくて。変わったことをしてるといろんなスポンサーがつきやすいからじゃないですか。はあ、ああ、そういうこと。でもそんなにスポンサー探さなきゃいけない状態でももうない。そのなんだろうな、うん、いやただもう確実に若年層のマーケットは、うん、もうだからニコ動自体が結構高年齢化してるというか、うん、多分コアユーザーって20代後半とかそれぐらいじゃないの。でツイキャスってまだ10代ですよ。はいはいはい。10代から20代前半ぐらいじゃないですか。うんうん、でそのマーケットを取りに行けなかったんだよね。うん、まあ YouTube が取ってるんですね。まあ YouTube とツイキャスが取ってるんですね、うん。だから生放送の部分はツイキャスが取っていってるし、うんうん、つまりスマホシフトだよね。うんうん、だからニコ動って俺ずっと前から、俺結構ちょいちょい川上さんに来たんだけど、うん、スマホで使いにくいっすよねとかって、いや、うん、一応スマホのアプリあるんですけど、いや使いにくいじゃないですかみたいな話はずっとしてたんだけど、うんうん、それはどうなの。だってツイキャスって全然使いやすいじゃないですか。僕一通り大体使うから、うん、でツイキャスめっちゃ使いやすいじゃないですか、うん、生放送やろうと思ったらこんなんでもうセルフィーでこうやってできるし、あ、これ生放送めちゃくちゃ簡単にできるよねってみんなに勧めてたわけですよ、うん、で片やだからその録画の放送ってみんな YouTuber になったわけじゃないですか、うん、で YouTuber ってやっぱ世界的にかやっぱこれ桁違うじゃないですか。ニコ動って国内限定だから、うん、もうだってね、ユーチューバーで稼いでるやつ億稼いでますよ、うん、ヒカキンだって何千万稼いでますよみたいな話だから、それはやっぱり行きますよね、そっちに、うん、まあスマホの場合って、まあツイッターとかで流れてきたものを、うん、YouTube だとクリックすればそのまま見るじゃないですか、うん、ニコ動も見れないじゃないですか。見れないね。でそこまでアプリ入れて見る人って少ないので、うん、そうするとまあスマホではまず無理だろうなっていうのがずっと続いてるんですよね。じゃあニコ動のアプリを入れないってこと。だって入れないでしょ、動画見るなら。うん、でも YouTube は入れるじゃん。だから、ね、いや実はデフォで入ってますよまず。あ、そうか、デフォで入ってたって。であと別に入れてなくても見れるんですよ、うん、サファリで、うんうんうん、
で例えばその他にデイリーモーションとかビメオとか動画サイトありますけど、うん、動画サイトアプリをインストールしてるようなやつって、うん、そもそもいないじゃないですか、うんうん、ニコ動がすごい人気があるから無理やりアプリ入れてもみんな違和感を感じないけども、うんうん、そもそも動画を見るためにアプリを入れるっていうこと自体が結構狂ったことなんですよ、うん、でそれが当たり前だと思っちゃってたけど、10代はそうじゃないので、ね、でもうどんどんユーザーの年齢層が上がりつつあるので、うん、まあ、いやだから俺はすごく危機感を感じてニコキャスを入れたと思ったわけ、うんうん、そしたらそういう感じで、いやアプリはすごくよくできてたんですよ、プロトタイプの頃から見ていて、うん、あこれはなんかニコキャスはツイキャスよりはかっこいいよね、うん、このアプリすごくいいよねって思ったんだけど、いやだから最初にこう入れるところがなんか違ったなみたいな、うんうん、っていう感じがすごくするな。ニコキャスは僕は長く続けてればうまくいった部分はあるとは思ってるんですよね、うんうんうん、ただ要はあの最初にあのタイルの画面が出るのが、うんうんうん、あれが押しにしちゃったのが僕は敗因だと思って、うん、だから最初にタイル押しにしちゃったってことね、うん、結局そのニコ動のユーザーの放送ってもともと50人しか放送できないところが始めたんですよ、ね、はいはいはい、みんなが放送したいけどできないっていう状態にしたいと過疎感が出ちゃうんですよ、うんうん、はい、別にだってもう今でもユーストリームとかいろんな生放送できるサイトがあって、うん、今更ニコキャスやる必要ないわけですよ、うん、で別にそこを見る必要もないのに、うん、そうするとやる人放送する人がそもそも少ないっていうのは当たり前の前提なんですよ、うんうん、なのでそうだね、ニコ生って最初すごい少なかったよね、うん、だから大勢の人がバッて出る画面じゃないと成立しない UI にしちゃった時点で過疎感が必ず出ちゃうんですよ、うんうん、最初ね、そうすると過疎感を出さないようにするにあのタイルを捨てるか、うん、全員桜で雇うかっていう2択しかないわけで、うん、でそこをまあ見なかったことにするっていうことかな、うん、かそれに比べれば超会議とか今回 のアニメーター見本市っていうのは成功、アニメーター日本一はさっきも言った通りその通りです、うん、だから本市でも超会議は盛り上がってます、超会議盛り上がってます、超会議も、うん、で僕その先に言う話で、うん、ニコ動のその今やってる人たちの、うん、歌ってみたとか踊ってみたとか、はい、うん、あの辺のその細かい部分を結構囲い込みすぎなんじゃねえかなと思って、それはでも囲い込まないと逃げられてしまうというのもあるんじゃないですか、うん、だってそれはプラットフォームなんだから、プラットフォームの上でサードパーティーがいろんなことを要は小銭稼ぎですよね、うんうん、YouTuber だって YouTube の上のあれはだからほらはっきり言ってまだ全然赤字なわけでしょ、 Google ってあれもう YouTube 自体ですか、 YouTube 自体黒字になったみたいになったの、うん、でも要は YouTube っていうプラットフォームの上でサードパーティー自由に稼いでください、それなりに稼げますよみたいなプラットフォームを作ってるわけじゃないですか、うん、でもニコ動ってその上でじゃあ踊ってみた歌ってみたやってます、うん、でそれでなんかそれでビジネスやりたい、例えば YouTuber がプロダクション作りました、あのなんだっけ、ヒカキンとかああいうのやりましたとか、そういうこう部分で彼らが稼いでいくものをこう応援していかないと結構厳しい気がするんだけど、ニコ動ってそれどうなのっていう結構かっこよくないような動きがあるような気がするんだけど、 Google だったり YouTube 専門のスタジオを作ったりしてサポートしているものを一般ユーザーの生主とかにあまりやってるように見えない、いや生主というよりは、うん、生主には一応そのクリエイターズチャンネルとか、はいはい、まあ、このブロマガチャンネルもそうなんだけど、うんうん、まあ、一応提供してるわけですよ、うん、で提供してるんだけど、いやそれはいいんですよ、オンラインでの部分、うん、その先に、うん、じゃあ歌い手さんがプロダクションを作ってなんかやりたいんだよねとか、でもそこをなんか逆に言うと結構全部そうか、囲い込みっていうのはそこから先プロになってもっとすごくなれる人っていうのをニコ生のフィールドにちょっと押し込めてる、まあ、つまりドワンゴさんがちょっとそこまで全部、いや押し込めてる、いわゆるジャンプで育った作家はジャンプ以外で書くなみたいな、うん、まあなんか専属契約じゃないけど、うんうんうん、そういう感じに、うん、ほらドワンゴがツイキャスを買収すればよかったのに買収しに行ったんだよ、行ったんだ、うん、行ったんだよ、ダメだったんだ、断られたいやだからメディアがタレント抱えちゃダメだと思うんですよね、うんうん、そうだから俺もそう思ったの、うんうん、結局その YouTube にじゃあ出れなくなっちゃうわけじゃないですか、うん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 、でニコ動の仕事優先になっちゃうし、うん、他の仕事もできなくなっちゃうのと、うん、あとその例えば、まあ、例えばじゃないんだけど、うん、あのニコ動関連の会社がそのタレントを抑えた場合は、うん、出演のギャラを安くしたいっていうニコ動側の事情が勝っちゃうじゃないですか、ギャラ交渉できないんですよ、はいはい、株主に対して、うん、なので必然的にタレントってギャラの単価をどんどん上げていかないと食えないじゃないですか、うん、1回出て2万円みたいなのを毎日やってもやっぱ家庭は養えないわけですよ、うんうんっていうモデルにしかならないところに囲い込みをやろうとしちゃったっていうのが、うん、だからそこで結構その YouTube に流れちゃったりとか、うん、ツイキャスに流れるみたいな感じに、だからツイキャスなんかまず、うん、ただツイキャスって結局まだユーザーが稼ぐ
ユーザーというかその生主じゃないけど、うん、そのツイキャスのこうさ、ツイキャス生放送をやってるやつらが稼ぐプラットフォームがないんだよね、うんうん、だからそれは逆にチャンスだったはずなんだけど。